ミニボートピアヒューガオープン6周年記念アシムクラブカップ準優勝戦ラストバトルを迎えました。第12レース、メンバーは1号艇東京の佐久間明、2号艇福岡の田中京介、3号艇香川の島由伸、4号艇滋賀の丸野和樹、5号艇香川の深川和人、6号艇香川の南部圭司、以上のメンバーです。弾幕近い位置からインに1号艇佐久間明、ドリーム男の佐久間、開幕3連勝で予選トップ通過としてきました。この佐久間の陰線です、人気集めます。2コース地元2号艇田中京介、コース不問でオール船券、白星も飾る奮闘ぶりです。自身5度目の優勝をかけて、3号艇の島由伸3コース、こちらも手堅い奮闘、自身7度目の優勝かかります。4コースの角は4号艇丸野和樹、前半逃げて待望の白星、琵琶湖の地元スター。5コースは5号艇深川和人、今年の3月にはデビュー13年目にして嬉しい初優勝を飾っています。大外、自身初優出をかけ6号艇南部圭司、1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。準優勝戦の第12レース、ダッシュ3人が勢いよく出ていきます。さあ、一周字幕の攻防戦、逃げる1号艇の佐久間明をまくっていった4号艇の丸野和樹、まくりが決まっている4号艇の丸野がトップ。スタートは前提正常でした。一気にまくりました4号艇の丸野和樹、その後ろ水がいて2番手は2番と6番が並んで、僅差に1番5番2マークです。トップは4号艇の丸野和樹、そして2番手6号艇の南部が先行する、挟むように2番と5番とホーム直線コースです。2番手の競り合いは6号艇の南部のアウトから完全に5号艇深川並びました。内側からは2番と1番も追いかけて、レースは2周目です。先頭は4号艇丸の向こう正面へ、さあ2番手6号艇の南部圭司が回って、そのうち5号艇の深川と向こう正面、2番手の接戦はうちに5号艇深川和人、アウトが6号艇の南部圭司、同じ香川支部92期コンビの2番手競り合い、2周2幕の攻防戦、焦点は2番手5号艇の深川が先行体制です。6号艇の南部は握ってホーム直線コースへ、2番手の接戦5号艇の深川が振り切ってきました。単独の2番手は5号艇の深川、3番手に6号艇の南部となって、レースは最終周回です。最後のバックへ、先頭は4号艇の丸野和樹、トップスタートから一撃まくりました。2番手は5号艇の深川和人、そして3番手は競り合いとなった6号艇南部を捉えた1号艇の佐久間、内側からじわっとリード1号艇の佐久間、アウトから食い下がる6号艇の南部で最終コーナーです。先頭は4号艇の丸野和樹、今日連勝で優出、そして2番手が5号艇の深川和人、3番手1号艇の佐久間が先行し、そのまま取り切りました。まもなくゴール。先頭4番五輪、5番五輪、1番五輪、6番2番五輪、3番五輪、以上前提五輪しました。